皆さんこんこにちは昨日、藤井聡太さんが王座戦を制して、八大タイトルすべてを独占するという快挙を成し遂げました。21歳という若さで、こうした成果を出されたことは大いに喜ばしいことで、若さの勢いというものも感じますし、また将棋という、この我が国の独自の文化を担う新しい力が生まれたと。 いうことを喜び合いたいと思います心からお祝いを申し上げたいと思います今後の活躍にも期待するとともにまた新たなライバルを目指して若い人たちがどんどん挑戦をしていくことも望みたいと思いますこうした若い人たちの活躍の場を広げるということまた文化を奨励すると ということは政治のの一つの役割でもあります政府がどう対応するかということも検討されているようでありますけれども、我々としても、この今の日本の社会をそうした方向に導くことができるように、リードできるように頑張っていきたいと思います。いよいよ明日から宮城の県会議員選挙がスタートいたします。 えー、県会議員選挙とはいええー、22日が投票日となりますので、併せて行われている衆参の補欠選挙と同じ投票日ということになります。そうした点では、この民意が示される場にもなるわけでありますので、そうしたどう、どう今、民意が現れるかと。 いうこのと、はのあと、この政治の運営に大いに参考にしなければこりません。だからこそ宮城県議選、挑戦する我が党の候補、全員当選を勝ち取り、さらに11月にも予定されている、福島の県会議員選挙の勝利にも結びつけていきたいと思いますので、全力で頑張ってまいりたいと思います。この点よろししいでしょうか その追い風とすべく今経済対策が注目をされております折から物価高は等しく都市部にもまた地方にも及んでいる国民の窮状課題でもありますのでこの経済対策をどう届けていくかということが大切な取り組みになります公明党としては先に政府から要請のあった与党に対する提言 えー、ここを2段に分けて、えー、明日中小企業の政策について、えー、官房長官に提言をする予定となっております、えー、この中小企業が賃上げをしたくてもできない、えー、状況もある中で、えー、またあーコロナ禍で、えー、経営が まあ停滞をしていたそういういいい中中ででいでよいよ動,かし動き出す中での資金繰りりも大変でありますそうした状況を踏まえた上で、この中小企業の賃上げを促すための環境づくりという点で、大きく3つの視点から、1つは価格転嫁を促して、この中小企業の賃上げの原資が正当に得られるようにしていくと。 いうことが重要でありますのでこうした点に関わる具体策を多岐にわたって提言したいと思いますもう一つは生産性を向上させるという中小企業のいわば体力を新たなものに高めていくという取り組みが重要でありますこうした分野での具体策も提案したいと思いますそしてまた今 倒産件数も少し増えてきてきいる状況でありますこうしたコロナ禍を経ての影響が及びつつある中でありますので、資金繰りの支援も重要であります。こうした資金繰りで支え、生産性を向上させ、価格転嫁を促すことによって、中小企業の経営体力を増し、賃上げができる。 持続的な賃上げに結びつくそうした支援策を二十項目にわたって提案をいたしますのでぜひ現場で語っていただきたいと思いますそれとこれを含めての経,経済政策全体の提言は来週行っていきたいと思いますこの経済対策もは先に政府で示した柱立て 5本のの柱に沿ってて具体策をを党の側から提言をしていくこととなります特に物価高に対応できるそういう政策提言というのが重要でありますのでこの点については今最終的な取りまとめを行っているところでありますが特にこの物価高を賃上げで賄えない そういう生活者もいらっしゃるわけでありますのでそういう層に対する現金給付を中心とした支援さらには中堅所得層の若い世代も含めてこの納税者に対する還元という視点から所得税の減税そしてまた 各地域の実情に応じた消費の下支えという意味で交付金地方自治体に対する交付金を生かしてポイント還元ができるようなキャッシュレスポイントあるいは商品券と活用できるような原資を地方に交付する。 まあそうしたた取りり組み等を考えてていきたいと思っておりますこうした経済政策は、まず緊急性を要するもの、予算措置でできるものを補正予算で裏付けていくということになりますし、また税制等、制度改正を伴うものは、年末の税調等の議論を経て、法改正をした上えで、これを実行していくと。 いいうことになってまいりまりすそうした時間の経過も視野に入れた経済政策を提言をしていきたいとこう思っておりますのでそれをよくこなした上でさまざまな選挙で有権者にしっかりと訴えて有権者の関心を高めそしてまたご理解をいただくそうした取り組みを党のネットワークを最大限に生かして 展開していきたいとこのように思いますので全力で頑張っていきたいと思いますよろしいでしょうか頑張りましょう以上です